ラサールホームは宮城県仙台市宮城野区東仙台にある児童養護施設である。運営は世界最大の学校運営団体であるキリスト教学校修士会。ラサール会は日本国内では他に函館ラサール中学校、高等学校、ラサール中学校、 高等学校を経営しているため、両者との混同回避のため、慣例的に、投資説を、仙台ラサールホームとも呼ぶことがある。ラサール像1932年に、ラサール修道会のカナダ人修道士が来日し、函館市での学校設立を計画した。百三十四年に、同市で函館大火が発生し、当時の同市の人口、約十一万人に対して、 理財人口10万人以上、死者2166人、小村棟数1万1105棟という大惨事となった。1936年、一行は、函館での学校設立を断念して、本州へ渡り、仙台市に外国語学校を設置した。しかし、1941年に太平洋戦争が始まると、外国人会員は抑留されてしまい、 事業中止に追い込まれた。戦後、第二次世界大戦で戦死したり、仙台空襲等で被災したりして保護者を失った、戦災孤児が宮城県内にも多数いたため、1947年の児童福祉法に基づいて、宮城県庁がラサール会に要請し、1948年に養護施設を東仙台駅近くの奈良北田丘陵の一部に設置した。これが、 現在のラサールホームの前身となっている。当地は、聖書の中の闇の中を歩む民は大いなる光を見るに由来して、光が丘と呼ばれている。光が丘は、1932年の東北本線、東仙台駅開業に伴って、1937年まで、組合と地区格整理事業が施行された、東仙台地区の北側に隣接する丘陵地であり、 1937年にカトリック系の仙台神学校が設置され、1938年にはドミニコ会カナダ管区が修道院を設置している。戦後占領期になると仙台にも連合国軍が進駐したが、1948年には仙台神学校でミサを行っていたカトリック、東仙台教会が進駐軍のかま型兵舎を改造して聖堂統治に立て、 さらに同年、上述のラスアール会の養護施設、光が丘天使園も設置された。また、1952年頃に、ドミニコ会カナダ管区、カトリック北仙台教会の司祭が、新中軍やその家族から寄付を募り、来日中のフランシス・スペルマン数企教の援助を得て1955年に、結核病院を当地に設置した。その他、がには、 全期牧者修道院やオターアイトク修道助会など、複数の修道院や関連施設があり、また、谷を挟んで北側にも1930年から、カトリック、仙台市教区が所有するカトリック、鶴ヶ谷墓地があるなど、当地は仙台のカトリック系宗教施設の密集地となっている。このような環境のためか、ラサールホームの隣接地には、日本学生支援機構仙台第二国際、 交流会館の本館及び別館が立地している。ありがとうございます。